塩幸太郎です、クリスマスコンサートが今年もやってまいりました。12月の8日は、東京文化村オーチャードホール、ね、こちらはですね、柏木弘樹カルテと大人なですね、ちょっとおしゃれな、クリスマスコンサートをお届けできると思います。弦楽四重奏とそしてチェリストの柏木弘樹歌手とやりますので、こちらぜひ来てほしいです。そして大阪はですね、12月の20日、ゲストはスクーポンサンバディ、ね、初めての、一緒にやるんですけども、ボーカルのたけちゃんとですね、それからピアノの小一郎さんと、これはもうものすごく歌のレンジが広い、もう素敵な夜になると思います。ぜひ来ていただきたいです。そして21日は梁邦彦さん、ピョンチャンオリンピックの音楽監督も務められました、その方ですね、ピアノとギターですね、シンプルな、オーケストレーションできたらいいなと思ってます。そして、12月の、22日、これはデパペペね、皆さん知ってるかもしれませんが、デパペコというねユニットやっております、その3人の予想も聞けるかもしれませんので、ぜひ皆さん、来てね、ください。お待ちしております。お塩幸太郎でした。